感じになって追い出されるのよ。ちょっと忘れてたそのこと。そう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 、だけ目が荒れてた、声がガサガサ、すみません。ちゃんと入れました。今日は美容室に行ってそのまま稽古に行きました。で帰りにエルタンさんと途中まで一緒に帰って来てご飯食べて今に至るって感じです。なんかショールームさ、ここ最近あんまりやれてなくてさ、ここ最近ここ数ヶ月毎回なんか雰囲気、映ってる雰囲気が変わってる。なんか色味っていうのオレンジっぽくなったりとか、なんか健康的な、なんかさ、スライムも絶対こんな色じゃなかったよね前。もっとさ、この実物に近いさ水色って感じだったんですけど、なんかすごいオレンジで、なんでなんだろうなんでなんだろう。フィルターはオリジナルになってる。なんかね、暗いよね。本当は前からずっと見てくれてる人は分かると思うんですけど、こんな色じゃなかった。でも実物見たらちゃんと水色、すごい深みのある色になってる。なんでかは分かりません。こっちの色にしよう。なんかオレンジ味強いよね。でも前もなんか言った気がする、オレンジ味が強いって。だって今ピンクのリップ塗ってるのにオレンジ色まあいっか。どう、ちょっと近い？そうでもない。さっきよりは近いんじゃない？さっきのは、あ、でもなんか戻った。さっきよりさ元の色に近くない？何だったんださっきのは。でもまあ確かにちょっと日焼けしたのはある。おいもちゃんがさっきよりはあのマシになった。でもやっぱちょっとなんか濃い、実物よりってことにしといてください。さっきよりはマシです。ちょっと待ってね。まあやってない間にいろいろあったので、そこから振り返って、その頃にはきっとみんな集まってると思うので、ラビリンスの話もしたいなって思います。まだ始めたばっかなのでね、こんぐらいにしよう。色味をちょっと、赤みを、赤みっていうかオレンジ味をちょっと消しました。あれ携帯どこ？あった。なんか分かりやすくめっちゃ日焼けしたわけじゃないけど、まあそれなりにそれなりに日焼けはした。なんかおいもちゃんが飲んでるお薬っていうのがちょっと日焼けしやすくなっちゃうお薬なので、まあ仕方ないかなっていうのはある。ちょっと風浴びたから、パサパサ。あ、消化、ちょっと前にご飯食べたので。で最近あったことについていろいろ。いつからやってない化粧だよ。忘れた。すごい見て、めっちゃ顔にライト当たってると。7月に入ってしたっけ
でも発売しましたの話はしたっけ。もうね覚えてない、忙しかった。なんかさちょっと前にも忙しかった時あったけど、またなんか違う感じの忙しさで、うん、今月のおいもちゃんはまず一発目に今日放送のプレイリストっていう番組の収録から始まったな。7月、今日関東の方では見られるので、ちょっとね関東ローカルなんで見られない地域の方も多いと思うんですけど、ぜひ見られる方は見てください。カチューシャじゃないんですけど、珍しくたまたまなんかね入れ忘れちゃったみたいで、スタッフさんがすごいね LINE にねすみませんみたいな来てて、あの撫でてるスタンプを送りました。で割とね急にパジャドラやりますっていうのが決まって、7月の頭はずっとパジャマドライブ公演の、そう決まったんですよ、パジャドラまた始まるよっていうのが。そのリハーサルとかレッスンとかをずっとやってましたね。そうそうそう。でこれも転売と舞台が被っちゃった。あの舞台の本読み始まりまして、でスパーク富士山山中湖まで行って、カラーズリハやって、カラーズやってツアーファイナルして舞台の稽古が始まってって感じです。急に決まなんかね、多分ね、なんだろう、急に知ったって感じかな。多分そのパジャドラをやるっていうのはその大人の方たちの中では話進んでたんだろうなって思うんですけど、あの知ったのはそのレッスンが始まる本当にちょっと本当に直前っていうか、日向の卒業公演が終わった後ぐらいに知ったから、本当にそのいつもはさ、ちょっとテカリを抑えさせていただきます。いつもはさ、まあやりますって決まってからちょっとしてリハーサルとか始まるけど、なんか結構もうパタ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 と始まって、パタパタと覚えて、なんかそれ以外にもさ覚えることはあったから、パタパタとやってましたね。そうパジャマドライブ公演はおいもちゃんはあの普通にやってた時はまだ加入してなくて見に行ってた側だったんですけど、5周年で1回あの39時間ぶっ通しのやつでリバイバル公演としてやったのに出た以来なので、すごいなんか久しぶりですね。その1回きりだったので、しかもねメンバーも結構変わったので楽しみです。まだちょっとね今舞台の方を優先させてもらってるので、ちょっとまだ出ないんですけど、舞台が終わってから出ることになると思うので待っていてください。そうそうそう、ちょっとおでこテカテカだからパウダーなんかこうやってすること結構、やっぱさ前髪さ作ってるとさ崩れたら嫌だからさ、こうガッて分けるんじゃなくてコームのこういうところで上げて、なんかライブとかでもそうなんですけど、メイクさんが気使って前髪崩れないようにあの両端からコームでこうやって前髪浮かせて、そうあのこうやってして、はい今ティッシュで拭いて汗みたいな感じでいつもしてくれる。あ、おでこを出したくないとかじゃなくて、あの前髪ぐしゃってしたくないってだけで。嫌な感じかな。おいもちゃん的には別にバッてされてもなんかすぐ直せるタイプの前髪だから困らないんですけど、ね、あのいつもやってくれる。いや2人がかりじゃないよ、1人のメイクさんが2本持ってこうやってあげてくれるの。両手でこうやって、あの片手で入ってあのハンディファン渡されて入ってあげられて、はい拭きますって、この左手では自分のここら辺涼しくしながら拭いたりって、ってぐらい汗かきなんですよ今ちゃん。でゆっくり話すね、時間なくなっちゃうので。
でスパーク山中湖でやったんですけど、残念ながら雨で富士山は1ミリも見えずに帰ってきましたね。だから本当になんか本当に富士山の麓まで行ったのかなって思っちゃうぐらい本当に何も見えなくて、うん、でめっちゃ汗かいた。なんかいつもと違う汗かいた。でもなんかすごいいつもよりなんか浅いところで息してる感じがあって、なんか苦しかったんですよ。なんかそしたらなんかちょっと酸素が薄かったらしくて、そこの辺が噂によると、だからだったのかなって思った。そう、わかんないけどみんな言ってた、全然息ができなかったって。雨はね、そのステージ立ってる時は濡れなかった。うん、屋根ついてたので、まあ、めっちゃ前の方に行くとちょっとさらっと振り込むかなぐらいで、そのちょうど出番のタイミングではそんなになんかザーザー降りじゃなかった、ちょっとしとしと降ってたかなぐらいの、うん、今のところ夏のイベントずっと雨降ってるので、次ある週末にあるアソフェスはちょっとお願いだから晴れててほしいなと思いますね。まあ、今のところ晴れの予定ではあるので、結構ね長い時間で夏って感じの瀬取りなので、配信がねちょっとないので、ぜひ来られる方は来てほしいなと思います。うん、まあね、夏の、じゃ間違えた、雨のなんかステージっていうか、そのなんかそれもそれでまたなんか別のなんかテンション上がるじゃないけど、その降りすぎない雨だったらなるけど、さすがに2回とも雨なので、そう、さすがにちょっと晴れてほしいなって思いますね。でカラーズ、そうカラーズもね、なんだろう、もともと8人、そんなたくさん出る予定じゃなくて、でやっぱりそのさ、セットリストとか内容の関係でやっぱ増やした方がね、人増やした方がいろいろ融通が利くというか、いろいろできるので、追加メンバーでメンバー追加しますってなった時に本当に急に連絡が来て、なんかさ、もうさ、知らなくて間にそのカラーズっていうのが決まってて、出るメンバーも決まってたから、もうなんかなんだろう、気にしてなかったのよ。そのなんだろう、なんて言ったらいいか分かんないんだけど、追加で出られないかなみたいなのもなかったの、もう決まってることだからと思っての、時に追加で出ますって言われて、えっカラーズって何、まずから始まったそう、油断してた。でちょうどその連絡が来た時にいぶきと一緒にいて、いぶき、その日誕生日なんですってもう言ってた、その時からそう。でカラーズも本当に初めて生バンドで歌って、やっぱねすごい声、声量足りないと本当に埋もれちゃうから、めちゃくちゃ難しいって聞いて、そう頑張りました。配信、これも配信がなかったので見てない人多いと思うんですけど、48グループ以外の曲もやって、そうねねとまゆさんの分も頑張りました。なんか一人一人なんか見せ場じゃないけどね、歌えるところがあって、おいもちゃんはリコピさんとエイリアン、エイリアンっていう、多分私もその時初めて知った曲なんですけど、歌って、一人ずつソロで歌ったりとか、本当に難しくて高いんですよ、もう音が。し、なんか普段歌わないような曲で、そのボイトレをした時にエジちゃん先生から、なんだろう、アイドルの歌い方っていうのを、落ち着いた歌い方しちゃうとやっぱりもったいないから、せっかく生バンドで歌えるし、だからすごい、なんだろう、アイドルっていう枠を超えた歌を歌った方が絶対盛り上がるって言われて、
なんで太い声で頑張りました。そうで結構さ、終わった後に SNS でおいもちゃんってあんな声出せるんだとか、よかったって書いてくださる方、まあね、おいもちゃんのファンでいてくれてる方はみんなね、多分おいもちゃんがどんな歌い方とかしてもね、よかったよって言ってくれると思うんですけど、それもね嬉しいんですけど、普段さおいもちゃんについて別になんか普通に、まあ、HKT の子みたいなぐらいにしか思ってない人とかにさ、なんかちょっとこうよかったって言ってもらえたりすると嬉しいですね。やっぱりで君どこを途中ね歌ったんですけど、セットリストの中にあって、もともと舞さんと2人でね歌う予定だったんですけど、その友達から恋人へのあたりとか最初のところとかけど、今回はねエミリーさんと歌いました。でもねライブでもね舞さんとはできなかったので、またするの楽しみですね。で365日の紙飛行機も本当はネネが一人で歌う予定だったんですけどね、ちょっとお休みになっちゃったので4期の絆と称して3人で出させていただきました。やっぱね前日に決まったので震えましたね。できるかなって、フルでだったので、なんかフル聞いたことなかったわけじゃなかったけど、なんだろう、しっかり歌詞聞いたことなかったので、そっから始まったね。うん、しかもまどかさんの伴奏で、しかもしっとり歌うからすごい緊張した。出る直前まで心臓バクバク言ってたけど、なんか立ち位置に立った瞬間なんかスッってなってこう緊張がどっか行っちゃって、なんかスッってなって、そう、なんか歌ってる間はそんなになんか心臓バクバクなってなかった気がする。うん、ってな感じですかね。口ずさんじゃう、まだずっと歌ってたから。ツアーファイナルの前日だったから大変だった。そうね、ツアーファイナルの前だったからもう情報量がすごいこうやばくて、頭の中のもういろんなのがもうごっちゃごちゃになってて、カラーズもやってるし、まあ、パジャドラもなんかまだね、その舞台があるからまだそんな詰めなくても大丈夫だけど、でも忘れちゃうとしんどくなっちゃうから後からだったり、あとそのツアーもやって舞台の、セリフも覚えて、そうアソフェスもまだ大丈夫と思いながらもうよぎってそうすごいやばかったですね。うん、でもね楽しかったな、カラーズ。なんか毎回歌の何かが決まるともう本当になんか大変な感情が大変なことになるんですけど、でも毎回最終的にはなんか歌うの楽しいなと思って終わってるのでね、すごいなって思います。でその次の日がツアーで、もう本当にバッタバタして全然ね写真とか撮れてないんじゃないか、なんか撮ってたけどなんか無意識の中けど本当に全然ゆっくりする時間がなくてめっちゃ大変だった。リハーサルもう結構バンドコーナーが変わったので、メンバーがなんかその確認とかで、そうそうそう、汗かいて、なんか今までのツアーのリハーサルはなんか日替わり部分、なんかそんな毎回さ1時間も2時間も安定してリハーサル時間が取れるわけじゃなかったから、まあチャレンジコーナーとかの日替わり部分を基本的にやって、時間があればこう他のなんかそのここ歌っておきたいですとかそういう確認をさせてもらってたんですけど、ファイナルは頭ブロック全部通したりとかしたから、汗がすごくて、まださその今までのツアーのリハーサルの感覚だとそこまでさ汗だくになることはなかったから、
あのリハーサル始まる前にもう髪の毛も終わらせて、いつもねバタバタしちゃうからって思ってなんか行ったら想像以上に汗かいちゃって、メイクさんにあれ髪の毛巻いたよねさっきみたいなあれあれみたいな感じになった。そうそう、で夜公演もいろいろやってたら本当に残り時間なくて、エンジンまで、エンジンはやっぱちゃんと終わらせてから行かなきゃいけないから、本当にご飯食べられなくて、あのお昼公演が終わった後になんかこんぐらいのさカンカンのさオレンジジュースを武田とあのコップに半分こして飲んで、それで出たでもなんかあんまお腹空かなかったかな、もうせかせかしすぎて、でお昼が夏の前、ずっと SNS ワールドだったんですけど、お昼が夏の前でアキちゃんとやって、夜が黄昏のタンデム、アイヤのイメージ強すぎる。夏の前ね緊張した、本当に歌うの。夏の前もね意外となんか披露したことなくて、アイヤライブと、何年か前のアイヤライブと、なんかたまたま K4 で助っ人を出た時にこうなんかのタイミングで夏の前歌うってなって披露したくらいのレベルだったから、サビなんだっけから始まってそう、しかも多分やったことない方のサビなのかな、ちょっとわかんないんですけど、本当に全然したことなくて緊張した。歌もあるし長いからね、一人で歌うところが。でも楽しかった。タンデムはあのおいもちゃん今回のツアー全然2階に行かなくて、あのアンコールの煽りでやっと行けるぐらい、あとチャレンジコーナーで1回上がったぐらいだったから、なんか緊張した。2回始まりだからタンデムは、うん、歌もさなんか1回で歌っての返し聞くのと、やっぱ2回で歌ってて帰ってくるのと全然違うから、ね、おいもちゃんが遠くで歌ってる感じがしちゃった。もうここからも聞こえるけど、前日にカラーズがあったのもあって、なんかすごい通りが良くて声の、まあなんか使いすぎてちょっとやっぱ疲れちゃったから途中でなっちゃいそうになったけど、なんとか終わりました。で夜はねサプライズもあって、ツアーじゃないコンサートも決まってね、嬉しいですね。まだもうちょっと先なんですけど、きっとねあっという間に来るんじゃないかなって思います。まあその頃には今から3人メンバーが減っちゃうって考えるとやっぱ寂しいんですけど、パワーダウンしないように3人の分も頑張らなきゃね、なんかさ11周年って聞いて、11周年ってなったなんかまだパッとしないけど11周年って。でも多分さ10月のコンサートやってる頃にはもう来月11周年かってなってると思うし、事前バレしたダブルアンコール、なっちゃんがね、え？ダブルアンコール言っちゃったから笑った。別にね、なんかそのもしあったらってことで、なんでなんかそんなね、なんかガッチガチに決めるっていうよりも、まあ、ある程度立ち位置作っといて、なんか歌割りで、まあ、前の方で歌って、で最後はなんかまあ一応作っておいた立ち位置に集まって終わろっかみたいな感じになってたので、もう全然立ち位置なんても1ミリも立ってないよ終わったでね、今君を思うも歌っていい歌だよね。なんかさ2人がさそのなんか卒業発表して、まあそのうるうるしてるのとか見てもさ、もうなんか本当にわって泣くのとか見ないから、すごいなんか泣いてる姿見て感動しました。なっちゃんのメールにその時のこと書いてあって、おいもちゃんのことおもろいって書かれとったなんやねんおもろいってまあ本当に泣いた、うん、泣いて歌えないかなと思ったけど、なんか歌っちゃった。感情が
そっちに行きました、歌に。うん、寂しいね。関ちゃんも卒業発表しちゃって、なんか言ってたのよ始まる前に、久しぶりなんかね、そこにいた近くにいた人と久しぶりの通常公演だからさ、なんか誰も卒業発表とかしないよねとか言ったりで、なんか誰かがツインテールしてたら、さすがに、じゃあそのとかかな、誰かツインテールしたから、さすがにツインテールじゃ卒業発表とかせんよねとか、なんかふざけて言ってたら気まずかったやろな。なんか関ちゃんは確かちょうどいなくて聞いてなかったらしいんですけど、それをだからさやまるがいて楽屋に知ってたから卒業発表するっていうのがちょっと気まずかったって言ってた。そう、でもね、してほしくないなっていうのの表れなので許してさやまる。さやまる、私が泣いてるの見てめっちゃ笑っとった、許さん。って感じかな、この1ヶ月。寂しいね、なんかあっという間に来ちゃうんだろうな卒業の日って。うん、 T2 今15人、14人になっちゃうね。ドラさんメンバー4人とウモちゃんと仲いいよね。なんかね、結構みんな結局人懐っこいから、すごいなんか心許しちゃいますね。うん、あかりもね、最近お芋ちゃんって呼んでくれるから、最初お芋ちゃんって呼んでって言ったら、なんかお芋さんの方がしっくりきますって言って断られたのに。そうそう、あ、みんな関ちゃんもやっぱお芋さんはお芋さんですよって。ゆえるはね、ゆえるとさやまるはお芋ちゃんって最初からとか言った時から呼んでくれてたけど、二人はずっとお芋さん、あかりが最近やっとお芋ちゃんって。でもね、いいんですよ、なんて呼ばれたって、わざわざ言わんでいい、もう好きに呼んでくれ。うん、うん、うん、今なんか話そうでしたけど忘れちゃった、なんて言うとしたっけ。思い出せ。6期生から6期生と話したことあるけど、なんかしっかり名前呼ばれたことない。多分悩んでると思う、悩むと思う、なんて呼ぶのが正解なんだろうって。むずくない？だってさ、なんか例えばさ、小田とかさ、小田さんって呼びやすいやん。ヒロナもナッピさんとかかな、呼びやすいじゃん。お芋ちゃんってむずくない？なんかちゃんまでがニックネーム、ちゃんまで、なんだろう、それちゃん含めて名前になってる人って難しそう。ちゃんがニックネームでもさ、そこをさんに変えればさ、しっくりくるけどさ、むずくない？でも好きに呼んでください。でもなんか最初に絶対お芋ちゃんって呼べなさそうな人にお芋ちゃんって呼んでもらいたいな。うん、面白くない、そっちの方が。うん、やっと全員出てくれたのかな、バックダンサー。もがみさんはお芋さんだろう、確かに
ななかちゃんはお芋ちゃんって呼ばなさそう。呼んでって言っても呼ばなさそう。ですね。まあまだまだこれからですよ。始まったばっかりなので。顎を気にしてる親指を。なんかいろいろありすぎてさ、配信してない間に難しい。何から話したらいいっけってなる。なんかありますか。投げやり。あ、舞台の話してなかった。舞台稽古始まって今日もやってきたんですけど、難しいね。結構前回と違う感じなんですよね。どっちも2つ出るんですけど、どっちも全然違うので、その2つも違うし、前やった2つとも、まあ、1個はちょっとね、代わりに出たやつだからちょっと置いといて、違うから結構難しくて悩んでるところです。でもすごいビシバシやってもらえて嬉しい。やっぱ最初は初めてだったから、やっぱちょっとなんか甘やかされてたじゃないけど、すごい、なんだろう、厳しくなかったのよ。まあ、厳しくなんかちゃんとしてもらえてたけど感じだったんですけど、今回もビシバシやってもらってるので、なんかすごいやりがいあるし、できたいいねって言われた時はすごい嬉しいんですけど、もう本当に難しくて、でもまた一皮むけそうな気がします。まだね2回なので今のところ。でも前回よりはまあそのイベントとかあったりして稽古に参加できるのが少ないので頑張ります。今回はね、でもまあ片方はやってみたかった感じのやつで、もう片方はもうなんかちょっと難しいかな、受け身だったりとか。なんか喋る方が覚えやすいから覚えられるけど、受け身の方は結構難しいって感じ。リコちゃんとアイちゃんはまだ会ってないです。そう、撮影のタイミングも違ったし、バッテン少女隊の二人なんですけど、今回ね日替わりなので、多分ねほとんどってか、その時はその日は会うと思うんですけど、稽古で会う時は全然多分会わないんじゃないかなと思う。でも、まあ、絶対会えないわけじゃないので、会えたらいいな。今回は、前回はなんかまあ私が出てるやつはそうでもなかったんですけど、結構ね内容がハードだったんですけど、今回はねなんかうまく言えないけど、なんかそれに頼ってない、そういうのに頼ってない、なんかなんて言うんだろうな、前回は結構コントっぽくなってる部分が多かったんですけど、なんかちゃんともっと舞台に寄ってるというか、なんで安心して見てください。まあ前回もなんかその不安にさせるつもりとか全くなかったし、それはそれ、これはこれなので、まあね、見てくれた人はなんか何か言う人は見てない人なので、基本的に見てなくてこういうシーンがあったってだけで判断してる人たちばっかりだったので、そう全然気にしてないんですけど、でも根本は変わってない。そのモテない男たちの話っていうのは根本は変わってないので、クスッとできるところもあるし、
なんかでも人によると思うんですけど、共感して悲しくなっちゃう人もあのいるかもしれないしって感じで、楽しんでもらえたらいいなって思います、うん、です。ってな感じかな、最近の話は。そんなに切ないのって、え、なんかね、あの前回なんだろう、やっぱなんかその笑えるのもあれば、ちょっとしんみりじゃないけどしょんぼりするのもあって、なんか共感したのか、ちょっと泣いてる人いたみたいな聞いた、泣いてるってことで、ワンワン泣いてるわけじゃないけど、ちょっとなんかみたいな感じでなってる人見かけたっていうのも聞きました。そうだから、そういうのが今回ももしかしたらあるかもしれない。なんでまだねチケット買えるので、前回より広くなったので、またそれもさ、どう影響してくるかわからないんで、ちょっと緊張するんですけど、頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。モテない男からしたらぐさっと来たらしいよ、ね、なんか絶妙についてくる、そういうところをついてくる話がやっぱ多いのかな。頑張ります、ぜひ。まだ行ったことない会場だからさ、ちょっと頑張っていかなきゃ。まだ全然想像できない、どんな感じか。うもちゃん目意識して大きく開いてるって、うん、今日なんならあの目腫れてて目開かない、重たくてびっくり。なんかね、こっちの方が涙袋ここぐらいまであるんですよね、今笑った。やばくない、何これ、いつもの倍ぐらいになっちゃう、悲しい。ってな感じです。ソロぼっち、あのラビリンスの話をしたいと思いますが、いかがでしょうか。そんなね、なんか作戦って言ってもそんななんかすごいことをするわけじゃないんですけど、っていうあのそういうなんか作戦会議って名付けただけ、うん、アレルギーとその関ちゃんのせいで泣いた関ちゃんのせいで泣いたのがダブルパンチできてね、朝起きたらこの3倍ぐらいは目腫れてた、びっくりして、え、やばい目が開かないって、うん、それでは始めたいと思います。カーン、何それって、なんかね、どうお考えでしょうか皆さん。ラビリンスまださね、なんかその始まる前にいろいろありすぎて、多分忘れてるじゃないけど、あ、そうじゃ始まるじゃんって感じだと思うんですよみんな。でも今回は本当に頼みたいのが、本当にラウンド制だけはやめてください、本当に大嫌いやれ本当に。正直さ、最後の表じゃん、大事なのって、最後の最終結果さ、普通に今まで通りだったら最初どんだけ落ちてても最後にバーンってなったらバーンっていけるわけじゃん。でもラウンド制ってさ、もうさ、もう無理そう、なんかちょっとさ調子悪く始まっちゃったらもうさ、上に行ける可能性はなくな、もうほぼなくなっちゃうわけでね、本当に嫌だった、本当に苦しくて嫌だった正直ね、 ね、メンタルやられるし、まあ、そうラウンド制っていうのは、まあ、その3日に1回ぐらいかなに順位が出て、その順位ごとにボーナスポイントみたいなのがついていくんですよ。もう1位だったら何万ポイントみたいな、
でそれがもう10位だったら1000とかもう明らかにもう差ができちゃって、まあ作戦次第では、ね、いい方向にも悪い方向にも行っちゃうっていうすごい過酷な制度だったんですけど、結構苦しかったかな。なんかおいもちゃん的にみんなのやり方をこう指導するじゃないけど、そうなんだろう、無理やりさせるのがすごいしんどくて、なんかやっぱ根本として違うなって思って、それはそのなんだろう、アイドルっていう立場、アイドルと応援してくれてるみんなっていう立場として、なんかこうしてくださいみたいになるのってすごいなんか自分が思ってるアイドルとは違うなっていうのもあって、でもやっぱ言わなきゃうまくいかないっていうのもあるし、すごいだからあの時苦しくて苦しくて毎日なんかうってなってましたね。うん、みんなもそうだと思うんですけど、初めてかな多分ラウンド制やったの。なんかちょいちょいさあったじゃん、なんかそのなんだろう、そういうイベントで順位ごとに票がもらえるみたいな、でもそれには参加したことなくて、なんでやばかったですね。うん、なんか気にせず言っていいよってなってもなんか悲しくなっちゃって、なんかそういうそうだからね、難しいよ。うん、です。どうでしょう。でもなんかね、まだその制度が決まってない以上なんか何とも言えないけど、とりあえず今言えるのは予選は本当にもう本当に大丈夫、大丈夫っていうか、なんて言ったらいいんだろう、その本気出さないでもうって感じで思ってます。まあみんなも予選から本気出すねって人は多分いないと思うんですけど、そうなんで本戦からって感じで、無線はもう通過したらいいのでって感じですかね。うん、期間限定で鬼になっちゃうとか、なんかうまく言えないけど、なんかこうしてほしいっていうのが心苦しいから言いたくないっていうわけじゃなくて、アイドルとしてそれはどうなのかっていうのがあって、あんまり言いたくないなっていうのはあった。なんかなんだろう、何もどうしたらいいか分かんない人はこうしてくださいみたいならいいけど、もうこの時は入れないで、この時は入れてって、なんか苦しいっすよ。なんかうまく言えないけど、伝わるかなこれって。例えば毎日おしゃべり会の受付の案内をするのとはまた違うっていうか、うん、って感じかな。そう、難しいけど、だからおいもちゃん的にはこれは本当に個人で思ってることなので絶対その通りにしてほしいとかじゃないんですけど、チームあるじゃないですか、ラビリンスのチームにやっぱ所属してほしくて、その中でやり取りってできるよね、確かなんか掲示板みたいな感じで、その中で今日この日に入れようみたいなのを決めてもらえたらやっぱめちゃくちゃ嬉しいなって思う。なんか難しいけど、なんか誰かがこう一人がおいもちゃんのファンの方をこう一緒にまとめてじゃないけどしてくれたりとか、でもやっぱりなんだろう、上位に入ってるメンバーでのファンの方ってやっぱそうしてるところが多いのも事実で、
そうだからすごいなんて言ったらいいかわかんないけど、やっぱチームに入って損ってなくて、なんか助けてもらえたりとかもあるから、だからやっぱり所属してほしいなと思うし、なんだろう、もし今何も入ってなくてってしててチーム作ってくれるのもすごいありがたいなと思うし、うん、してほしいですなんかなんて言ったらいいんだろう、うん、うまく言えないけど、あとなんか仲間募ったりとか枠空いてるので、自分例えば特攻持ってるのでぜひ申請してくださいとか、多分今から最近始めた方とかって自分の力じゃ、ね、足りないと思ってる方も多いと思うし、でもそういうのって助け合ってなんとかできる部分もあるから、そういう人を迎え入れてほしいなっていう気持ちもあるし、そう、 うまく言えないけど、それって私にはできないことだから、そのなんだろう、チームを作ってそのチームの中で助け合うみたいなのは私はできない部分だから、そこはみんなに頼りたいなと思ってて、そう、うん、まあ、例えばさ、その別に強い人に仲間を申請始めたばかりの人がするだけじゃなくて、強い人から助け手を差し伸べてもらえたらもっと嬉しいなって思うし、初めてとかそのあんまりやったことないって方もそれ逆に強みに変えられたりとかもあるし、なんかある程度150ぐらいかな、レベルいくまでは行動力いらなかったりしてずっと回せたりエリア進んでいけたりできるし、それだけでめちゃめちゃ、まあ、時間はかかるから、そのなんか絶対課金しろとかもちろん言わないし、でも時間を使うのは変わりないから、お金かけるにもかけないにしてもかかるから、それは私にその時間をくださいって言うしかできないんですけど、そうやってもらえたら嬉しいなって思います。レベル100まで、100まででした。ちょっと喉乾いたからさ、お水飲んで。失礼。多分ね、本番始まったらチームに入れなくなっちゃうので、それまでに入ってもらえたら嬉しいです。うん、で全然違うと思う。チームは今作ったら新しい順とかなるのかな、確か。まあね、たくさんチームできすぎて分散しちゃうのはあれなんで、そんなになんかそこはうまくやらなきゃいけないところなんですけど、まあ、絶対においもちゃんファン同士で集まれってわけじゃないし、なんかあんまりさ気にせずチーム属してる人とかいるじゃないですか。なんか卒業ラビリンスやってるけど、まあその推しメンは卒業しちゃっててとか、まあ、別にゆるくでいいんで、一応そのなんかチームとしてのなんかメリットのために属してますって、そういう人でもいいですよみたいなのもあると思うし、所属する先はみんなに任せるんですけど、どこにもって方はしてほしいなって思います。既存のところに入ってもらってアクティブメンバー増やしていく。そうだね、チーム属してていっぱいいるけどやってない人の方が多いってなるとやっぱりちょっと難しくなっちゃう。でもさ苦しいよねそれってなんか
やらなくなったってことはやっぱそういうことってなっちゃうから、うん、なんで、でももしそのチーム作ってくれるってなるんだったら SNS とかでこういうチーム作ったのでぜひみたいな言ってほしいかな。まあさ、たおいもちゃんだったらめっちゃ勇気いるし、なんかその自分が作ったチームに入ってほしいみたいなやつとか。けどやっぱり頑張りたいなって思ったからには、決めたからには頑張りたいのでよろしくお願いします。本当に強制はしないし、もちろんもう何が何でも絶対やらんっていう決めてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、まあね、絶対やれって言うわけじゃないけど、こうやってやっぱラビリンスの話とかしちゃうのは許してほしいなと思います、うん、でもおいもちゃんの気持ちで言うと、その順位はみんなで掴んだものにしたいから、やってほしいなっていう気持ちが一番だけど、人それぞれ応援の仕方はあるので誰も強制することはできないところだとは思います。情報交換ハッシュタグ検索とかできたらいいなと思ったんだけど、実はあのお芋のラビリンスっていうちょっと前に使ってたハッシュタグはね一応あるんですよ。なので今回からちょっとちゃんとねラビリンスについての時はハッシュタグつけようかなと思ってるので、あのお芋なんだろう、755にさトークあるじゃないですか、お芋のラビリンス、そのまんまですね、お芋カタカナのひらがなラビリンスカタカナ一応あるので、なんかさやっぱ755では話せてもなんかあのツイッターでラビリンスの話になばっかりになっちゃうのがすごい気が引けちゃって、なんかうまく使えなかったんですよね。まあそのなんかたくさんいっぱいつぶやくわけじゃないけど、ある程度ちゃんと使えたらいいなと思います。お芋カタカナ、お芋カタカナひらがなのラビリンスカタカナです。のをカタカナでサンドイッチしてください。まあね、あのまた予選が始まる時とかつぶやくと思うので、なんかさツイッターでさなんかやりたいですっていうのつぶやくって言ったのにさ、なんかつぶやくタイミング逃しちゃってさ、すごい言えてなくて申し訳ないんです今本当に。えやっぱ言ってないじゃん私ってなって、そういうタイミングを逃しちゃってちょっとすごいなんかどうしよう、でもなんか今じゃないなってなっちゃったので、ちょっと予選の時に言うので、それをみんなリツイートしてほしいなって思います。かな。おいもちゃんはまあそのイベントだったりとか舞台だったりとかいろいろあるんですけど、まあ1日は24時間あるのでね、できる時に自分がやれることをやりたいなと思います。本当においもちゃんができるのはみんなと同じように回すだけなので、時間作って、でもカミレアタイムに関しては変わらず755で時間をお知らせしたいなって思ってます。要所要所の大事なのはツイッターにするけど、ウェムちゃん前回何票入れたんだろう、忘れちゃった。広告選抜これじゃないな、言わなかったんだっけ結局何票投票したって。
言わなかった。言ってないよね。なんで言わなかったんだろう。いろんな気持ちがあったのかな。要するの。そんなことある。結構頑張った記憶はあるけど。ちょっと待ってね。あった。あ、言ってた。おいもちゃんが前回入れたのは、いった、2万、あ、そうだね、2588枚書いてある。どこで言ったんだろう。755にはないんだよね。感じです。そうだね、うまく言えないけど、おいもちゃんができるのはこれだけなので、そのラビリンスに関してはまあね、なんだろう、これより頑張れっていうわけじゃないし、これより少なかったらダメっていうわけじゃないし、でもなんか全部が全部みんな任せにするのが嫌でやってるだけなので、うむちゃんが。そうですね。なんで一緒に頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。前回最初に1位突っ走ったから、そう、スタートダッシュ、やっぱさ、ランキングでさ1位取れることってないから、一発目のランキング表示だけは1位取りたいと思って、そう、前回は1番取った。本当にちょっとだけ、ちょっとの票数でだけど、そこからどん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 下がってた。少しずつでも応援する人が一人でも多ければいいね。そうなのよ、そうなのよ。少人数で頑張らなきゃいけないわけじゃないから、やっぱり仲間を一番作るのが一番大切だなと思って、メンバーは必ず特攻引けるのって、ううん、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないの、実は全然全然そんなことない。だから毎回心臓がドキドキ。感じかな今いるの。まあとりあえず予選は通過するのが目標で、あの毎月ジェムの交換の枠が決まっていて、月末、月のスタートにリセットになるので、7月分を皆さん変えておいてください、交換しておいてください。おいもちゃんもしました、ちょっと前に。もったいないのでね、できなかったらその分。この間4期の6周年ので100個もらってると思うので忘れてなければぜひ変えておいてください。かな、うん、やっぱり自分の参加できる曲が1曲でも多いと嬉しいし、やっぱりみんなで掴み取った曲で、何年後か何十年後か分からないけど、卒業公演締められたら嬉しいなって思うかな。お腹鳴った。
何に変えたらいいのって。ガチャのチケットかエナジーウォーターかな。でもガチャも絶対いいの引けるってわけじゃないから、ある程度揃ってる人はあのエナジーウォーター、行動力に変えた方がいいと思うし、あの限定ガチャの方じゃなくてデラックスガチャの方ですね。10連どっちだっけ、特攻がデラックスなのかな。でもまあみんなの最初の持ってるやつ次第、結構それに応じてどれ変えるか、どれに変えるか決めた方がいいかな。おいもちゃんは基本的に毎回エナジーウォーターに変えてます、基本的にね。ガチャチケは終盤になっていくことにする。そうだね、あの終盤になるとあの出現率とかも変わってくるので、だいたいいつもねエナジーウォーターが足りなくなるので、エナジーウォーター優先にジェムに余裕があればガチャチケットに変えたりとかしてるかな、うん、意外と溜まってるのよログインしてるとだからそういう風にすることが多いかな、うん、今回はめっちゃ溜まってたのでどっちも買いました。7月分としてお水飲みます。って感じかな。ぐるぐるなった。うん。月末スタートで月をまたぐから2回交換できるね。そうなのよ。だから8月になってまた交換します。また言いますね。うん。溜め方ってあるの？ジェムはね、ログインかな。やっぱり。ログやっぱこまめにやらなきゃたまらないんですけど、本当に毎日そこ開くだけでもらえるので、毎日じゃないか、そのあるのよ1日目これ2日目これみたいな。でもなんかもう役立つものばっかなので毎日するのがいいかな。あとその何期生のお祝いとか何周年のお祝いとか、そういうタイミングイベントな記念日的なタイミングごとにもらえる、まとめてもらえることもあるから、そういう日にログインするのおすすめ、うん、あとはあバトルでもたまるって。バトルもねなんか勝てるような設定にしてくれてる方とかいるので見てみてください。チリツモだよこういうのも。あと初めてやる方は本当に細かくて大変かもしれないんですけど、ビギナーレッスンってあるので、クリアなんかそのレッスンを1個クリアするとこれがもらえるとかって、足しになる、足しになるって言い方だけどな、足しになるので、そう結構ね大変だけど、よろしくお願いします、うん、かゆっな感じかな。とりあえずあの始まったらないとわからないこともあるし、とりあえず予選頑張りたいなって思います。頑張るっていうか通過したいなって思います。本当にもうみんながやってくれたら絶対大丈夫、頑張りすぎなくて予選は
予選はもう一人一人の力というよりもある程度の力をたくさんの人がやってくれた方が決勝にもいいつながり方するし、予選で本気出して本戦ダメが一番ダメだから、なんだろうな、あの本戦で使えるアイテムちょっとゲットしとこうかなって思うってやってほしいかな。うん、いろいろもらえるからウォーミングアップとして。だってほとんどの人が通過するから、予選じゃ本戦予選は。でも前あったよね、なんだろう、そのあの予選の結果でメンバーにいいカードくれますみたいな、もらった記憶ある。おいもちゃん予選何位みたいな。でも気にしなくていいから、もういや、それみんなもらえてたか、おいもちゃんがもらえてたよね確か、ちょっと前に。何の時か忘れちゃったけど、なんかのタイミングで予選のなんか何位までの人、メンバーないまでのメンバー本人にちょっといいカードプレゼントみたいな。メンバーだけだって、もう気にしなくていいので、それは本当に気にしなくていいので、もう通過するっていうのでお願いします気にしなくていいからとか言わんときゃよかったって思わないでいいようになってほしいな。本戦おいもちゃん頼んだぞ。でもね、その時もね、なんかおいもちゃんにいいカードをあげようっていうよりも、その結果になったのがたまたまそこの結果やった気がするけど、え、そんなのあったのって人も結構いたし、おいもちゃんもえ、そんな制度をやったんやみたいななったりしたからあれだけど、よろしくお願いします。でもみんな絶対ちゃんと夜は寝てくださいね。まあ、とりあえず始まった時のいろいろさ、まあ、今回はこういうのですよみたいなのがまた細かく出た時にまた話したいなって思いますので、よろしくお願いします。予選のカードが特攻になるパターンもあったね。ずるいよね、そういうのいっぱいあるからとりあえずラウンド制だけは勘弁してください。みんなが特攻引けますように。本当にラウンド制だけは心が苦しくなっちゃうよ。やっぱ何も言わないってできないからさ、やっぱ悲しくなっちゃうし予選は28日からかな、28日から気がします。28か、うん、明後日からやばお腹なりそう。ということは28だね、28日からです。息吸っといたです。緊張する、血色なくなっていくからね、出しときます。最近さ、唇のさ皮むけすぎて脱皮中。本戦の最終日、おいもちゃんの誕生日をねって。そうなんです、実はでもね、その日に結果が出るわけじゃないから、
なんかね、そのあれがあるよね、そのなんだろう、投票リクエスト期間みたいな、まだだからなんかあんまり言わんどく、なんか誕生日プレゼントくださいともなんかちょっと恥ずか、お嫁ちゃんの性格上言えんし、なんかじゃなかった時のことは考えないけど悲しくなっちゃうからいらんこと言わんどくね。って言ってる時点でもあれないよね、恥ずかしい、なんかです。なんか、うん、です。そんな感じでまたね、あの作戦会議その2もいつかってか、その、まあ、始まる時にいろいろ。いいタイミングでやりたいなと思いますなんか話すことあるかな、まあちょっとまた置いといて戻します。そうアイアライブも戻しますとか言ってまたラビリスの話になっちゃった。アイアライブもねあるかわからないんですけど、毎年1位の人が CM 選抜の1位の人がソロ歌って、ソロっていうか、まあ、バックダンサーもいたりもするけど、まあ、その一人メインの歌って、2位から5位までの人がユニットセンターやるっていうのをやってて、まあ、ドエムちゃんはどっちもやったことがないからできたら嬉しいなって思ってるけど、まあ一番は開催されて出たいなっていうのが大きいかな。うん、なんだかんだでずっと出させていただいてるので、入ってから、まあ、一発目はなんかよくまだわからない状態でね、選んでもらって出たって感じだったんですけど、ひろなと私と秋で4期ではね、うん、今までの最高位9位やっけ、そうだね、こうしてた、ジュークボックス。でもさ、ジュークボックスもさ、本当にあれ入ってなかったらさ、おいもちゃん青春の出口しか歌ってなかったからね、すごい本当にありがたかったあの時は、うん、カップリングとして 3-2 のカップリングで入っておしゃべりジュークボックスが、それがなかったら全員曲だけの参加になってたから本当に。でさ、SNS ワールドもあのアルバム曲で入って MV も撮ったし、入ってそのおかげで曲数、あと Do Love Me と全然変わらないで3曲だよ、3曲歌うことができて、もう本当にありがたかったし、今もちゃんとトロフィー3つ飾ってます、そこに。全部形違う。なんかさ、あそこに頭ぶつけたら本当にやばいと思うので、あのちょっとこういつもの定位置からは見えるけど、ちゃんと棚の中っていうのに入ってます、怪我しないようにそう、ですね。緊張するけど頑張ります。やっぱりさ、途中に結果とかがさ、ちょいちょいさ出たりして、まあいろんな意見とか気持ちとか出てくると思うけど、なんだろうな、それは別の人に向けてほしくないし、気持ちを大きくどんと構えようっていう気持ち、心構えがやっぱ大事だと思うので、おいもちゃんもあの必要以上にね、なんか
あの時こうしたらよかったなとか、なんか自分責めたりとかやっぱしないように頑張りたいなと思うので、みんなもそうでやってほしいなって思います。うんです、感じかな。まあ、なんかさ悩むなって言っても、自分にね、自分悩むなって言ってもさ、もう無理なのは分かっとるのよ、自分のことだから。でもなんかそれをなんかね、あの最小限にあまりこうね、なんか思い詰めないようにしたいなって、まあ、一応毎回思ってはいるんですけど、今回もそういう風に思ってやりたいなって思います。なんか良くも悪くもさ、あんまなんかこうズーズーしくいけんだよね。どっちかというと悪い方向にしか行ってないような気もするけど、やっぱなんか性格ってやっぱそうそう変わるもんじゃないので、でもなんか前よりはここ最近はあのいい方向に考えられるように少しはなったのかなって思いたいですね。でもそれってやっぱりこうなんか選抜として活動してる中での出来事だったりとかね、なんか歌とかこうなんかやっててよかったなって思えることが増えたからかなっていうのもちょっとあるかな。うん、でもなんかそういうのも結局みんながそういう風に言ってくれてるからだと思うし、なんか中にはさ、やっぱなんか選抜ならこういうのにね手あげんなよって思う方もいるかもしれないけど、なんかおもちゃんなりにやっぱり考えて、今回ちゃんとね何も考えずにやりたいって言ったわけじゃないので、そう聞かなかったことにしますもし言われても。なんか人に立場譲れるほどの人なのかって言われたら絶対そうじゃないし、うん、やっぱアイドルのうちにや、なんかやっておきたいことっていうか、こうできたら嬉しいなって思ってることができるかもしれないチャンスをまだ達成できてないのに手放すのは結局なんか逃げてるだけかなって自分が思ったので、うん、ですですってな感じかな。言いたいことは言えたかな。うんですね、こんな感じです。9時になったら終わろうかな。結構喋ったよね、だって7時半からやってる。でも最初はねあんまやってなかったし、今月、うん、今月どころじゃない、ここ最近はやれてなかったので近況報告込みのやつなのでいいでしょう、うん、こんな感じで。ライバルは多いですが頑張りたいと思います。ライバルって言っても敵って言い方はしないので、うん、よろしくお願いします。あ、見て見て突然の突然の思い出し、じゃじゃーん、顔丸くない？これずっと思ってたけど、しかもさ、なんか写真によってさ角度によって顔の大きさ違いすぎて、ちょっと小顔に見えるんでしょ。これは B さんのあの LINE ライブ特番、発売特番の時にあのシングルを購入してくださった方にプレゼントされるうちわです。これを最大100名様にあの
届きます、サイン入りが。あのサインが最大100名様なので、サインじゃなくても届きます。なのでおむちゃんは100枚書いている最中でございます。だから最大100だから100人申し込んでたら全員当たるのよ多分。つまりだからもし50人しか買ってなかったら50枚しか書かないみたいな感じになると思うのよ多分。でも100枚書くってこと、100枚数えてないけどいっぱいあるので、きっとみんな買ってくれたって思ってますそう、あのね、このベッドの猫の中にあるんだよね途中のやつが。あ、こっちじゃなかった、出したかな。あの途中さっきまでベッドの上に並べて書いたやつと書いまだ書いてないやつ並べてたんで、ちょっとあのおめちゃんのベッドで温めたみたいになってすいませんこうやってねいっぱい、あのね、こう下が書き終わったやつで上がまだ書き終わってないやつなんですけど、あの全然全然まだ、あ、心を込めて書いておりますのでお待ちください。テスト遅れてるわけじゃないからね、おめちゃん。これまだ書いてないやつなんで、裏こんな感じです。アクアカラーでもだからちょっと緑寄りかな。こんな感じでサインとなんかちょろっと書いてますこの紙袋はあの帰るときにスタッフさんに紙袋ないですかって言ってあのもらったやつです。お菓子屋さんとかなんかなのかな、ちょっとわかんないけど、Tシャツと同じカラーなんかな。Tシャツもあるよ、持ってる。確かにみんなまだ届いてないよね、手元に選抜 Tシャツ。ちょっとお待ちを。あ、いたたたたた、ずっと座ってたからしびれた。チャラリーン、どこいしょで、こんな感じです。ハンガーにかけてクローゼット入れてます。だからこっちのがちょっと緑寄りになってるかな、このシャ、このこっちの方が。でもね、なんか緑に青みがかったみたいな感じ。緑っていうよりもなんか緑のないかな、わかりやすい緑のやつわかりやすい緑がないのでちょっと比べられないんですけど、わかりやすい緑。おいもちゃんの部屋に緑色のものがない。うーん、あー、うん、ちょっと待ってね、これはわかるかな。あのこれピスタチオのお菓子なんですけどこれがあの前回の君どこの T シャツ、あ、緑だったじゃないですか、おやむちゃんのカラーが。あの これに近かったのよ、この、わかる、このこの緑だったんですけど、今回はこんな感じですね。わかる、この青みがかった感じの緑、緑っていうか青みがかった緑っていうよりは緑がかった青みたいな、なんかちょっとうまく言えないんですけど、そう、こっちが、まあ、緑、こっちがアクアっていうお色になっておりますみたいな感じかな。エメラルドグリーン、そうね、エメラルドグリーンの方が近いかも。アクアなんでね、エメラルドグリーンに近いと思います。おいもちゃんのカラーは公式で緑になったのかしら、っていうわけじゃない。やっぱね、選抜にずっと入ってる人の方が分かりやすい色をずっと使ってるからさ、赤ピンクみたいな感じで、だからね結構選択肢そんなあるわけじゃないんですよ実は。そう実はね、だからそうある中で、選択肢残ってる中で
選んだ色です。まあ、緑でも良かったんですけど、奈緒さんと同じ緑なのでね。でもなんかそれプラスなんか私ってなる色ないかなと思ってちょっと青みを入れました。舞ちゃんがそんな感じの色だった。舞さんはねもうちょっと薄いかな。でそう同じではない。なんかもっと優しい、もうちょっと白、これの白っぽい色、白みが強めの色かな。優しくなってもうちょっと緑でもうちょっと優しくなった色って感じかな、です。スライムにかけとこ、こんな感じです。一応選びはするんだって。なんかどうなんだろうな。だって黄身床の緑はいつの間にか決まってたからそう、やっぱいっぱいいたしね人。でもそれでいいみたいな感じになって、違う、なんかお芋といえば何色みたいななって、結構難しいじゃん。なんかまあ好きな色とかはあってもさ、これみたいな感じでしてるのないし、赤ってなると使ってるメンバーいるしってなって、サイリウムも同じ色、じゃなくていいよ、もうこれはこれ、それはそれって感じで。そのこれは自分で選んだ、あの選択肢の中からそう、やっぱ青、なんか水色系とかピンク系とかってもみんな使ってったから、ここら辺の色がみんな使ってなかったのでこの辺にしました。です。こんな感じかな。話した方がいい方、いい話はないのかな。被ってるメンバーはいないの。選抜にはいないです。選抜みんな16色で分かれてます。まあそのなんか絶妙な差で似て、ちょっとなんか色味は似てたりはあると思うけど、一人一人それぞれの色がありますちゃんと。こいもちゃんのペンライトって何色にするのが正解？何色あるんだっけ？でも紫があるなら紫がいいな。ごめん、なんかバラバラで。赤色が好きとか言ったり、くすみブルーが好きとか言ったり。でもさ、こいもちゃんのペンライトはやっぱせっかくこいもちゃんの形にしてるので、やっぱ紫色、赤か紫とかが嬉しいかな。まあ何色でも嬉しいんだけど、だって結局はこいもちゃんの形してるし。もうね、劇場に持ってきてくださった方とかもいるんですけど、可愛かった、こいもちゃんペンライト。あとね、なんかこういうグッズあったら欲しいなみたいなのも教えてほしいな、みんなに。こういうことだったら欲しいなみたいな。紫あるってペンライト。まあこいもちゃんペンライトは紫だな。その方が可愛さ倍だよね。青はない。そうなの、ペンライトに青がないの。なんと、意外。
ンサート小山ちゃん見えたって見えた。なんかね実はそんな大きくないんですよねペンライト、なんか本当になんかこれぐらいなんですけどちゃんと見えてる。こんぐらいのサイズです。なんかメンバーによってなんか絶妙にサイズ感が違くて、なんか描いた時のやつなんかおむちゃん髪いっぱいいっぱいに描いたもんな。なんか枠があるから枠がある分割といっぱいいっぱいに描いた気がするペンライトね、 T シャツのグリーンもあるね。そうなんだ。でもなんかちゃんと小芋ちゃんの形が見えるから本当何色でも、まあ一番芋っぽいのは紫かなって感じで、うん、小さいから結構前の方出ないと見えないから、なんかねさすがになんかコンサート会場の2階とかになると判断難しいんですけど、公園の距離だったら全然わかる、うん、おもちゃんコンタクトつけたら視力どれぐらいですか？でも 1.0 かな合わせてて、なんかね目がそんなに悪くない人が 1.5 に合わせるのと、めっちゃ目悪い人が 1.5 に合わせるのじゃ結構違うんですよ、そのなんだろう目の疲労具合とかが。なんかおいもちゃんは 1.5 まで上げちゃうとちょっときついのでここら辺がってなっちゃうので、だいたい1、最低でも1。もうね目悪すぎてあのコンタクトのねマイナス何点25とか75とかがないのよ、もう何点50しかないから結構調整が難しい度数なんですけど、1以上はあるようにはしてるって感じかな、うん、見えすぎるのもしんどいのでね、メガネもそうです。0.1 ない、そう 0.1 もないからね 1.5 に合わせるとだいぶ疲労が目にきちゃうので、メガネもねそんななんかめっちゃ強くしなくてももう家の中でしかメガネかけないから、ね、外出るとねちょっと危険なのでよく見れないのでね、危険なんで家の中までだけにしてるので程よく上げてます。それもまあ 1.0 1.0、うん、まあ 1.0 かなくらい、見えすぎないようにしてます。え、仲間いると思う絶対、私も自分もあって、うん、な感じかな。今日言いたいことは全部言えたはずです。またね今月はこれで最後になるのかもちょっと分かんないけど、まだ今月がどんな感じになるかいろ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 頑張りたいと思います。まだねやることたくさん残ってるので、アソフェスもあるしニコ生もあるし、浴衣ですよ、可愛いの選んでいいよって言われたからこれ着たいなと思って、舞台もあるし岐阜も出られたらいいな。てな感じで今日は終わりたいと思います。もうね足がしびれたのでこの後は伸ばしたいと思います。観察日記も急がなきゃ、もう9時過ぎたから。で今日はあのプレイリスト番組あるので見られる地域の方はよろしくお願いします。足の爪はまだ無事、あ、剥がれそうです。足の爪、左足、右足はまだくっついてるんですけど左足は結構パカパカしてきてるので、あの剥がれるなら痛みがないように、剥がれないんだったらちゃんとくっついていてもらいたいなって思います。それでは終わります。 See you again、 また来て again、 久しぶりにやったら恥ずかしい。それでは
バイバイ。あ、ハッシュタグは、ハッシュタグはお芋のラビリンス、ののひらがなをカタカナでサンドイッチです。それではバイバイ。さよなら、さよなら。